2020年アメリカ空軍 E-11A 墜落事故は2020年1月27日にアフガニスタンで発生した航空事故である。カンダハール国際空港を離陸した第430遠征電子戦飛行隊の保有するノースロップグラマン E-11A が飛行中に両エンジンの水力を失いアフガニスタン東部の出役地区に墜落した事故により 上院二人全員と地上の二人が死亡した。事故機のノースロップグラマン E-11A は2009年に初飛行を行っていた。この機体はバックンとして第430遠征電子戦飛行隊に所属していた。また E-11A はアメリカ空軍に事故機を含めて4機のみが在籍していた。 機長は46歳の男性で、階級は中佐だった。KC-10, RQ-4, MC-12, t 1 E-11 での飛行資格があり、E-11 ではインストラクターも務めていた。総飛行時間は4736時間で、E-11 では1053時間の飛行経験があり、 インストラクターとしては504時間の経験があった。副操縦士は30歳の男性で、階級は大差だった。t-6, b-1、e-11 での飛行資格があり、t-6 のインストラクターでもあった。総飛行時間は1343時間で、e-11 では27時間の飛行経験があった。このフライトの目的は、 アフガニスタンの治安部隊の訓練を援助するフリーダムエッセンチネル作戦を支援することだった。加えて、副操縦士の任務資格訓練も目的とされていた。アフト11時5分 E-11 はカンダハール国際空港を離陸した。12時50分、パイロットは42000フィートから43000フィートへの上昇を要求し、管制官はこれを許可した。機長は、 自動操縦で上昇を開始し E-11 は300フィートほど高度を上げた12時50分52秒左エンジンのファンブレードが脱落しエンジンが大きく損傷したため自動的に左エンジンがシャットダウンされたまたこの時点でコックピットボイスレコーダーの記録が停止したオートスロットルは解除されたが自動操縦は作動したままで 機体は42,300フィートから4 1 0 0 0フィートまで旋回しながら降下した。異常発生から10秒後、パイロットは両エンジンのスロットルを半分以下まで引き戻し、右エンジンをアイドル状態にした後に、左エンジンのスロットルを上げた。最終的にパイロットは、右エンジンを手動でシャットダウンした。12時51分23秒、パイロットは、 左エンジンのスロットルを最大1まで上げ、その後アイドル1まで引き下げた後、両エンジンのスロットルを最大1まで上げた。6秒後、両エンジンがシャットダウンされたため、デジタルフライトデータレコーダーの記録が停止した。パイロットはカブール管制に両エンジンを喪失したと連絡し、滑空可能な距離の範囲外に位置するカンダハールへ向かうと告げた。パイロットは エンジン再始動のチェックリストに従って3万フィートで待機した。ウィンドミルカ補助動力装置を用いれば、右エンジンは再始動可能だったが、一方で、左エンジンは損傷のため再始動不能だった。13時3分30秒、パイロットはシャラの前線基地へ向かうと管制官に伝えた。エンジン出力がない状態で、機体は滑空を続け、 シャラナから 39km 地点に位置するガズニーのデヤック地区に墜落した。墜落時、フラップとスラットは展開された状態で、パイロットが不時着を試みていたとみられる。現場はほぼ平坦な地形だったが、小さな犬走りや溝がいくつかあり、不時着した直後に、これらに接触したため機体が分解した。また、事故現場付近の雲底は1000フィートほどと報告されており、 パイロットが雲を抜けてから不時着を行うまでに1分もなかったと推測されている。ボイス・オブ・アメリカは登場していた5人全員が死亡したと報道した。一方でアメリカ国防総省は2人の遺体のみを回収したと述べた。また地上で2人のアフガニスタン人が墜落に巻き込まれ死亡した。アメリカ軍当局が事故調査を行った。調査から 左エンジンのファンブレードが飛行中に脱落したことが判明した。これによって左エンジンが大きく損傷し自動的にシャットダウンされた。その後、パイロットたちは右エンジンが故障したと誤って判断し、右エンジンをシャットダウンした。異常発生から右エンジンのシャットダウンまでにかかった時間はわずか24秒だった。このことから当局はパイロットが 驚愕反応や切迫感によって誤った判断を下してしまったと推測した。両エンジンを喪失した後、パイロットが滑空可能な距離の範囲外に位置するカンダハールへ向かうという決断をしたことから、二人がエンジンの再始動をできるという自信を持っていた可能性が示唆された。事故機の飛行記録によれば、異常発生から3から5分以内の時点では、 カーブル国際空港とバグラム空軍基地に8分以内の時点ではシャンク前線基地に着陸可能であった。また、緊急事態を宣言した12時54分55秒の時点で事故機はカブールまで2分、シャンクまで5分の位置を飛行していた。両エンジン喪失時のチェックリストでは両方のエンジンの再始動を行うよう記載されていた。しかし、 右エンジンが故障したと思い込んだパイロットは、左エンジンのみの再始動を試みた可能性があった。故障したエンジンを再始動しないということは、エンジン1機で飛行する際のチェックリストの規定であった。両エンジンが停止していたため、CVR と DFDR の記録は途中で終了しており、パイロットがどのようにエンジンの再始動を行ったかは明らかにできなかった。 2020年1月21日、調査委員会は最終報告書を発行した。報告書では、事故原因として、パイロットが故障していないエンジンを誤ってシャットダウンしたことが挙げられた。また、パイロットが正常なエンジンを再起動できなかったことと、滑空可能な距離の範囲外にあるカンダハールへ向かうと決断したことが、事故に寄与したとされた。当初、墜落したのは、 乗客83人内し110人の搭乗したアリアナアフガン航空のボーイング737型機だと報道された。アリアナアフガン航空は全便通常通り運航を終えているとフェイスブック上で述べた。アメリカ軍は墜落したのは空軍機であると確認した。ターリバーンは自身の保有する戦闘機がアメリカ空軍機を撃墜し、搭乗者全員が死亡したと主張した。 しかし、アメリカ空軍は撃墜について否定した。1月29日、国防総省は死亡した2人の乗員の身元を特定した。ありがとうございます。